皆さんこんにちは。フランス一部リーグのスタッドランスでプレーする伊東純也選手、3月31日には敵地でのリヨン戦に出場しましたが、自宅が空き巣犯に荒らされていたと地元メディアが報じています。今回は空き巣被害について詳しくご紹介していくとともに、ファンの反応や性加害の続報についてお伝えしていきたいと思います。マルール・アクチュエルは現地31日の午前5時過ぎに伊東選手の自宅に不法侵入があり、警察関係者は玄関ドアがこじ開けられていたと語ったといいます。当時伊東選手は不在でしたが、バッグや高級時計、現金1万ユーロ162万円などが盗まれたとのこと。また伊東純也選手は2021年11月に一般女性と結婚し、今年2月時点で妻は第一子を妊娠中で、子供の出産を控えて日本に滞在していると現地メディアに報じられており、事件当時家には誰もおらず、家族が泥棒と鉢合わせるということはなかったようです。容疑者は逃走しており、捜査が開始されました。また不法侵入があった直後、スタッドランスのセキュリティも安全確保のために直ちに現場に駆けつけたとのこと。クラブは伊東選手をサポートするために必要なあらゆる措置を講じるとのこと。今回でスタッドランスの選手が空き巣被害に遭うのはここ4年間で3人目になるといいます。欧米ではスポーツ選手が空き巣被害に遭うケースが多く、クラブ側も対策を行っていますが、それでも起こりうるところ治安の悪さがうかがえますね。そして性加害疑惑に続いての空き巣被害に対して、ネット上では窃盗犯も伊東の住居と知っていてアウェーの日を狙ったんだろうな、家族に被害が及ばなかったのが不幸中の幸い、ご家族が留守でよかった、もし犯人と遭遇してたらと思うと恐ろしい、純也今年は大作家ってやつかもな、仕方ない、そういう時もあるんよ。なぜかこういう時期に不必要に落ち込んではダメ、運が悪いと諦め、まあ仕方ないわで明るく保てると、その後穏やかで順調な時間が来る。誰でもあるのよそういう時が。オバメヤンみたいに暴行されなくてよかった。遠征中の空き巣はよく狙われるね。クラブもセキュリティ管理を考えてもらいたいね。純也今年ついてねえな。まあフランス治安悪いって言うし、金で済んでよかったとしようや、怪我せずピッチに立ててるんだからついてるくらいに思っとこう、などの声が上がっています。フランスのメディアに新たなトラブルが報じられる中で、週刊誌フライデーのウェブ版フライデーデジタルは伊東純也選手の性加害疑惑について新たな情報を伝えており、実は3月になって女性側から大阪府警に決定的とも思われる証拠が提出されたらしく、警察も高い関心を寄せているそうです。そんな状況がサッカー協会やスポンサーサイドの耳に入ってきているそうで、伊東の復帰には NG を出しているとか。捜査段階ですので何とも言えませんが、6月に行われるミャンマー戦の招集も厳しいでしょうねと全国紙記者が語っています。この報道に対してネット上では、刑事告訴した女性の住所がデタラメやったのに決定的な証拠を提出したらしく、らしくってなんやねん、そもそも決定的な証拠があればすぐ逮捕やろ。3月に出した決定的な証拠、スポンサーや協会の耳に入るのに、なんでフライデーしか書いてないんだよ。大谷みたいに状況を説明したらどうかしら、あれぐらい詳細に説明したら流れは変わると思う。質疑応答はなしでも構わないので、弁護士ではなく本人の口で、などの声が上がっています。そんな中、今回初めて一連の報道について伊東選手自身のコメントを弁護士を通じて出しています。逆告訴そして民事訴訟を起こした理由について伊東選手はこう強調、こんなことは自分でもう最後にしたいんです。今回伊東選手の肉声が明らかになるまでの間、この事件をめぐる様々な新情報が明らかになりました。その一つが性被害に遭ったと主張している女性のものとされる音声データ。その中で女性は性被害に遭ったとも目撃したとも語っていませんでした。また事件直前、女性側の芸能事務所が伊東選手のマネージャーが勤める会社から契約を打ち切られていたという背景も浮かび上がりました。伊東選手はずっと無実だと言い続けてきました。伊東選手側の加藤博太郎弁護士はそう語り、そして女性側の刑事告訴についてこう指摘しました。あの告訴状には客観的な証拠がほぼなかったんです。実際告訴状の添付資料には女性の言い分を書いた陳述書や心の傷の診断書はありましたが、問題の夜に何があったのかについての客観的な証拠はありませんでした。当時の映像音声も身体や衣服に残った性行為の痕跡も
事件直後の病院への相談記録も見当たらない。代わりに告訴状に添えられていたのは次のような証拠でした。被告ソニー伊藤純也のウィキペディア、サッカー日本代表戦の資料、テレビ朝日系スポーツ王は俺だの番組資料、どれも事件の直接証拠になるとは考えにくいものでした。刑事告訴と聞くと逮捕や起訴のような重大手続きというイメージがありますが、法律上刑事告訴には被害を主張する人が捜査機関に申告しに行ったという意味しかありません。逮捕や起訴にはある程度の証拠や法律家の判断が必要ですが、刑事告訴は客観的な証拠なしでも誰にでもできますし、捜査機関はこれを受理しなければならないのが原則です。そのため刑事告訴されたというだけではその中身に根拠があるかどうかは分かりません。それでも刑事告訴されたと報じれば相手のイメージを大きく傷つけることができます。伊藤選手もその猛威にさらされました。しかし新情報も相次ぎ今後が注目される中、伊藤選手はどんな様子なのか、その問いに現在フランスにいる伊藤選手は弁護士を通してこう答えました。とにかく日本のニュースはできるだけ見ています。ネットの反響も含めて伊藤選手は最初から冤罪を訴えていましたが、当初の世論の反応は厳しいものでした。自身が代表を離脱した後、アジアカップ準々決勝で日本代表が敗退するのを見た時にはただただ憔悴していたといいます。しかし事態が展開するにつれ徐々に自分を信じてくれる人が増えたように感じているといいます。所属するフランスリーグ一部のスタッドランスで試合に復帰し活躍する中で精神的にも安定してきました。日本の方々が無実を信じてくれて応援してくれていると思える時がある。日本のメディアを見ていて自分を信じてくれている人がいるというところになんとか元気をもらっています。事件の詳細については現在捜査中なので話すことができないと言いますが、しかし2月19日女性側に2億円の賠償を求める提訴をした理由についてはこう明かしました。今後同じようなことが起きるのを防ぎたいという思いです。事実ではないことを突然言われて追い込まれお金を請求されるということを将来に向けて防ぐため自分は先陣を切りたい。こんなことは自分でもう最後にしたいんです。先陣を切りたいとはどういうわけか。提訴を担当した加藤弁護士は以前スポーツ関係者から気になることを聞いたという。有名スポーツ選手が大きな大会の直前などに突然身に覚えのないことを言われてお金を請求され対応に困るケースがしばしばあるという話があったんです。もしそんなことが昔からあるのならここで止めなければならない。その思いで伊藤選手と弁護士が話し合って決めたのが今回の2億円訴訟でした。虚偽の訴えには毅然とした態度を取りたい、きっちりと結論を出したいと思っていますとのことです。気になるのは女性側の対応になります。このところ伊藤選手側の動きが目立ってはいるが、もし性加害があったなら当然許されるものではなく伊藤選手側が法的な責任を取ることになります。ただ女性側からの新たな主張や発信はあまり見られず、近況などについても分かっていません。今後事態は大きく動き出すと思われるためまだまだ今後の報道には注目していきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。